まあ、あの本を書いてると思うんですけど、うん、まあまあ、なんだろう、携帯でも見れるし、うんうんうん、まあ、こういう紙でもいいんですけど、うん、本を読むことの大切さ、あー、なるほど、っていうのを、まあ、教えてもらいたいなと。例えば、はい、この本を、はい、作るのに、はい、1年以上かかるのよ。で、僕の知識と、はい、まあ、すごいたくさん時間をかけて、すごいお金をかけて得た知識や経験や体験を1年ぐらい時間をかけたものがこの本なのね。はい、大体他の本もそうだけど、他の著者の人たちも。で、金額にすると換算できないけど、例えば、まあ、より100万以上の時間と労力をかけてるわけ。でもそれが1000円で見えるって、わかるって、めちゃめちゃお得じゃない？お得です。なので、一番コストパフォーマンスがいいと思う。そうそう。で、本のさ、全部が、で、今度じゃあ買う側はどうかって言った時に、1000円で買って、全部読まなくても、なんかを、これをやった方がいいんだって思って、それをやって、要は買った値段1000円以上のいいことが起きたら、それでお得じゃない？そうですね。のでいいと思う。うん。ご覧いただきありがとうございます。あなたの素質と強みを知ることができ、自分らしいビジネスの仕方がわかる自然体ビジネス診断、無料で受けられますので、ぜひ概要欄からクリックしてみてください。